日本大阪府大阪市福島区、大開き大開きは、大阪府大阪市福島区にある町名。現行行政地名は、大開き一丁目から大開き四丁目。町内に、野田阪神駅前通り商店街と、野田阪神本通り商店街の2つの商店街を、持ち、特に校舎は、昔ながらの商店が多いが、近年一般住宅への建て替えが進んでいる。 大開きと発音されることがあるが、正しくは大開きである。また、福島区内で唯一の高等学校である西野田高科高等学校が存在する。パナソニック創業の地であり、大開き公園内に松下幸之助創業の記念碑が混流されている。地元有志により、毎年4月に富士祭り、11月に全財パーティーが同公園で行われている。 大阪市福島区北西部に位置する。東は海老江南東は吉野に接する。また、北は淀川に面している。最寄り駅は、阪神電気鉄道の本社に隣接する、阪神電気鉄道阪神本線の大駅であり、何は淀川花火大会の時期は、多くの観光客により混雑する。大阪市福島区役所が発行する、我が町福島区によると、 近代以前はほぼ全域が西成郡野田村の電池であり、晴天川が南の境界になった人家の全くない消河川が極流する田園地帯であった。中津川が村域の西の境界となり、その南西にあった島はネズミ島と呼ばれていた。明治30年に野田村は大阪市に編入され、大阪市北区西成野田となる。 明治33年の大技改変により21町に細分され、西野田大平町の町名が誕生。明治38年の阪神電車の開通や、明治42年に開校した、職工学校を核にして、その後は工場も含みながら著しく市街地化が進み、市電も開通して、交通の便が向上したことで、青天川は埋め立てられ、 西側の中津川方面には大工場が林立した。大正14年に、この花区へ所属変更の上、西野田の干渉を廃止。昭和18年に、福島区へ所属変更。昭和50年に住居表示を実施し、現在に至る。もともと茶畑であったところを、西野田高科高等学校の開設に伴い新たに、周辺を切り開いたことから大開きと名付けられたと。 される野田村の庄治名として、大正14年まで西野田を開き町と称した。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。 1918年に大開き2丁目でパナソニックが創立。当時、松下幸之助は23歳。つまむ、目のとごの三洋電機創業者である義弟、井上俊男の3人での創業開始であったが、一般家庭への電化製品の普及とともに、急速に業用を拡大し、1922年には、道庁内に100坪余りの新工場を進行。 その後1925年に大開き3丁目にランプ工場を建設、1929年にも第二次本店工場を竣工した。ありがとうございます。